はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、世界初のアサルトライフル STG-44 のメカニズムということで、まあ、こいつですね、旧ナチス政権が第二次世界大戦の時に出してきた、まあ、世界初の本格的なアサルトライフルである STG-44、中身どんな風になってるか見ていこうという、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、この銃ね、まあ、MP44 ともね、書かれてたりとか呼ばれたりとかすることありますが、それなんてなんて話で、まあ、どう見てもね、アサルトライフルなんですが、こいつはですね、まあ、旧ナチス政権の武器なので、ヒトラーおじさんがうんと言わないとですね、作れなかったんですね。で、そしてヒトラーおじさんはね、このアサルトライフルというものに対して非常に懐疑的というか否定的だったので、まあ、要はそんな中途半端な武器ダメってことでね、全然作らせてくれなかったらしいんですね。で、しょうがないので、まあ、そうは言ってもね、こういう武器絶対有用だろうって分かってたので、まあ、当時武器を作ってた人たちは、どうやらこいつをですね、マシーネンピストレ、要はサンマシンガンですね、まあ、サンマシンガンとして開発を進めて、いたので、MP というね、名前がついてるよっていう、まあ、そんな感じになってます。ちなみにね、その後ね、ヒトラーおじさんはね、この武器の有用性を認めて、STG という名前をつけてくれましたという、まあ、そんな感じになってます。STG はシュトルムゲベアですね、突撃銃って意味になります。まあこれが大体のメカで、まあざっくりなメカなんで、まあこんなんで分かるわけないというふうに思うんですが、まあ一応とりあえず全体像をまあなんとなく把握してから細かいところを見ていきたいなという、まあそんな感じなんですけど、まあこれが、で、まあここからね、トリガーメカから見ていきたいなというふうに思います。で、まあこれトリガーですね。トリガーを引くと、まあこっち側は上がります。これ後ろに下がるので上がって、トリガーレバー、ここのなんか S 字状になってるのかな。まあ、このレバーが動きます。こっち側がね、画面側から見て左側が上がるので、右側は下がります。左側が上がるから右側は下がります。右側が下がるとハンマーを引っ掛けていたので、右側でハンマー引っ掛けていたので、右側が、下がっていくとハンマーはフリーになります。ハンマーがフリーになると、ハンマースプリングぐるぐるですね。このぐるぐるの力でハンマーは起き上がっていきます。バーンと。で、そして、ここのファイリングピンのプランジャーを押して、ファイリングピン、まあ中のボルトの中のね、ファイリングピンが前進して、ドカーンになります。ドカーンになった後に、眩しい。ドカーンになった後に、ここのね、バレルの中のガスの一部がガスピストンを動かします。ここから引き抜かれて、ここのピストンにぶつかっていきます。ピストンにぶつかっていき、ピストンは後ろに下がります。ピストンはボルトキャリアと直結されています。ロングストロークピストンですね。AK とかと同じ。ガチャーンになります。ちなみにですが、STG-44 は AK の元になった銃であるみたいなことを言う人とかね、まあ、書いてある本とかありますが、それ嘘ですね。まあ、ここら辺のロングストロークピストンのメカとか、まあ、一部メカは近い部分ありますが、全然違う部分もあります。それが例えば、今閉鎖が終わっているね、閉鎖が解除されたティルトロックですね。ロングストロークピストンの、ピストンが下がっていくと、ボルトキャリアが動くわけですが、この時に、ここですね。これなんていうのかな、平行四辺形状に押さえてるじゃないですか、まあ、今は。で、こうやって後ろに下がっていって、フックみたいなのがあって、引っ掛けて後ろに下げていくと。で、後ろに下げていって、まあ、リコイルスプリングの力で戻ってくるのは当たり前としても、まあ、こう、当たり前なのかな。こう、最後、閉鎖するときに、こう、ここの部分とここの部分、ロッキングピースとこうやって、こう、平行四辺形状に押さえ込む、固め込むって感じですかね、日本語的にイメージで言うと。まあ、これで閉鎖してるじゃないですか。これ、ティルトロック、ティルティングボルトっていうね、やつなんですが、まあこれはね、まあ FL のファルとかはそうなんですけど、全然 AK とか、まあそういう M16 とかとは違うやつですね。AK-M16 は、ターンボルト、まあなんだろう、ボルトアクションライフルみたいな感じでロックしてるタイプなので、まあターンボルトロッキングと全然違うからねっていうね、まあそんな感じになってます。で、まあそれはさておきこんな感じがワンクールなんですが、じゃあなんでね、フロートというかセミオートになるのっていう、そういう話も見ていくと、トリガーを引いてバーンになります。ちなみに AK とのね、共通性で言うと、エキストラクターとエジェクターの関係もそうですね。エキストラクターってここ爪で引っ掛けてるんですが、まあ、エジェクターがここに最後ぶつかって、まあ、飛ばしていくんですけど、これね、AK とちょっと似てますよね。AK の場合、ここのレシーバー自体がこう折り込んであって、まあ、エジェクターになってるんですが、まあ、ちょっとここは似てるかなっていう、まあ、そんな話はさておき、ちゃんとセミオートのね、メカ見ていくんですが、セミオートになってる理由はディスコネクターがロックしてるからですね。まあ、他のアサルトライフルと似たり寄ったりですが、ディスコネクターがロックしているので、まあ、勝手にハンマーがね、フリーになったりはしない。で、トリガーを戻すと、まあトリガーレバーがまたハンマーをキャッチしてくれるから、どっちかは押さえてるからハンマーがフリーになって、まあ勝手にフロートになったりとか、わけわかんないことにはならないよっていう、まあそういうことになってます。じゃあなんでフロートにできるのっていう、まあそういうメカで言うと、メカっていうか仕組みを言うと、ここですね、セレクターボタンを押します。セレクターボタンはこう、
横から押すやつですね。こっちがセーフティーなんですが、セレクターをこっち側押します。押すとどうなるかというと、フロートになります。こっちの左側面から右側面に向けて押し込むと、フロートになって、なんでフロートになるかというと、このセレクターレバーが動いてディスコネクターの下に入り込むからですね。これがすごく大事です。ここの、どのアングルが見やすいんだろうな。これぐらい？このメカですね。ここに入り込むっていうのがとても大事です。で、さっきまで説明しませんでしたが、ここのね、セレクターのラッチの部分が、フロートになると意味を持ちます。どうなって、このタイミングとかはね、ディスコネクターがロックしてます、まだね。ディスコネクターがロックしてるんですが、大事なのはディスコネクターがロックしなくなる瞬間。これぐらいかな。この瞬間ですね。ディスコネクターがグッとこう、ググッとこうね、一気にこう動いて、なんていうんですかね、ハンマーをフリーにしてます。今は時間が止まってるんで、まあちょっとあれですが、ハンマーフリーになる瞬間、グッとこうあるじゃないですか。こうディスコネクターがグッとなる瞬間、これ何かっていうと、このセレクターラッチですね。セレクターラッチがボルトキャリアの一部と激突して、ここは撫でられて、こっち側が下が、まあ左側が下がります。左側が下がって右側がガーン上がるので、グーンって上がるので、ここね、そこの、ここの溝間を通って、ここがガーッと上がるので、ディスコネクターの、まあ、この画面から見て左側、こっちの後端部が上げられて、ディスコネクターのロックがバッと外れます。で、バッと外れた瞬間に、まあ、ハンマーはまた動いていくんですが、このね、アニメーションでは今はね、フルオートで一発撃ったっていう意味わかんないアニメーションなので、それは なされてないですね。フルオートで撃つときはこんな感じになってます。こうやってバーンなって、セレクターたちが上がったっていうか、下げられた瞬間にまたフリーになって、バンバンバンと。連射されるよっていうのが、これが、フロート時の STG のメカになってます。まあ、あとはね、まあ、セミオットの時と変わらないよっていう、まあ、そんな感じですね。で、まあ、これがね、セレクターボタンなんですが、セフティーは別についてます。セフティーはこのレバーで、レバー回すと、セフティーピンというものがこうグッと下がってきて、セレクターじゃないや、セフティーがトリガーの付け根をグッとこのままね、押さえ込んでてか、挟み込んで、もう閉鎖というかね、トリガー引けなくしちゃうというね、すごくシンプルなね、物理的な、セフティーになっています。まあ、これぐらいかな。あとはね、細かいところで言うと、マガジンキャッチとか。マガジンキャッチはこっち側のね、左側面からグッと押し込むタイプで、よいしょ。まあ、ここのね、マガジンキャッチの四角い部分が挟まっていて、こう動くと抜けていくと。ちょっと透明にしちゃったんで分かんないですが、分かんないというか分かりにくいですが、ここにね、なんていうのかな、四角い穴みたいな部分があって、ここが挟まってるっていうか、はまってるんですね。こうすると分かるんですが、分かりにくいな。ここですね。ここは四角い部分にはまってるよっていう、まあそんな感じになってまして、まああとはですね、アンロードですね。アンロードの仕組みをちょっと見ていきたいんですが、アンロードは、とりあえずマガジン交換して、コッキングするわけですけど、まあ、コッキングするときはもちろん左側面にチャージングハンドルというかね、コッキングレバーみたいなのがあるので、これでガッと引いて、まあ、コッキングするわけなんですが、コッキングするときに、ここがね、初めてここのトリガーの溝が意味を持ちます。このキャッチレバーって何なんだよって僕ずっと思ってたんですが、キャッチレバーは、ちょっと待って、ズームしすぎた。ボルトキャリアとぶつかってるんで、いつもは関係ないんですが、フリーになります、この瞬間。フリーになって、こっち側にね、まあ、入り込んで、トリガーをロックしてるんですね、どうやろうね。ガチャーンとこう、こうやってね、ははーみたいな、なるほどねっていう。まあ、要は、アンロードっていうか、コッキングしてる間にトリガーをロックする役割がどうやらここにはあるっぽいっていう。まあ、そんな感じになってます。あとはね、まあ、そうだな。そんなにもうあらかた説明したよって感じで、まあ、ここのリアサイドは AK と同じタンジェントサイドですね。本当に AK そっくりですね、これね。とか、あとは、まあ、ガスプラグがね、いじれたりとか。ガスプラグはここについてて、ここの特徴的なクルクルですね。これをクルクル回してあげると、このガス圧の量を変えられる、ガスの流入量をいじれるよという、まあ、こうやってね、流入する量をいじれるよと。という感じだったりとか、あとは、STG ならではですが、まあ、こうやってバレルアタッチメントで曲射するっていうかね、変に曲がったね、銃くっつけて、まあ、こうやってね、まあ、姿を出さずに撃てるぜみたいな、そういうやつがあったりします。あんまり実用的ではなかったらしいですね。まあ、こんなやつがあったりとかします。まあ、これぐらいかな。もうこれであらかた説明したかなというふうには思うんで、まあ、以上ということですかね。はい。というわけでね、まあ、この STG44 のね、メカニズムいかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたらね、ぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。